今日はね、ユダイクス、ミヤマクワガタの王様、これがきっかけになったから、まだ2年経ってないのこいつなんですよ、はい、きっかけはね、まだ成虫見れない。ああ、これはでかいなオウムみたいだよ、ほんと。ユダイクスミヤマミヤマクワガタイエーイ、ユネチャディミマコです。失礼いたしております。皆さんごきげんよう。いや、なんか今日自信満々なのかと思ったらいや、あの、考えても無駄だなと思ったので流しました、すぐにいいよ、行こうみたいな感じだったのちょっとその前の話はやめて、恥ずかしいからはい、今日はね、ユダイクス、ミヤマクワガタの王様、そうですね、トラ君が昆虫飼育を始めるきっかけになったです。ユダイクスミヤマクワガタですね。はい、はい、だからこれがきっかけになったから、うん、まだ2年経ってないのってことだよねそうだね、まだ、そういうことだよね、そういうことだよね、うん、そうだね、今年の7月で2年だわ、そしたら。そういうことやね、うん、2年か経ってないのか、びっくりだよ私3年ぐらいやってるのにさいや、ちょっとはやってたんじゃないけど、ここからスタートだった。ここからだよ、ちょっともやってないと思う。あ、そう多分ね、多分だけど手伝ってないと思う。私が多分ヘラクレスとかも全部やってたから、最初。そうだね、うん、こいつなんですよ、はい、きっかけは、きっかけはね、まだ成虫見れない他の成虫いっぱいいっぱいね見てきてるのに、ね、まだ姿を、イカ祭り何度もやってるけどね、うん、表さない。長い期間育てたやつほど愛情は深いかもしれないね。そうですね、うん、人塩だよね、うん、浮かした時が。今日はね、ボトル交換ですね。そうですね、うん、まああと1回、これが最終なのか、うん、あと1回ぐらいで浮かしてほしい。うん、確かにそう、うん、見たいよね、早くね、早く見たい、うん、体重を測りながらやっていきましょうか。はい、やっていきましょうか。はい、はい、楽しみです、うん、それではレッツゴー、やるよ。はい、じゃあやっていきましょうか。やっていきましょう。前回体重ちっちゃいのからやっていきましょう。 OK です。いや、しかしそのラベルですよ、ノエ懐かしくない、これ懐かしい、これね、初期のやつ、ドルクスオーナーズショップさんの買った、うん、ね、このラベルが残ってるのはもうこれだけですよ、ね、もうこれしかないよね、ね、うんこれね、前回 10g、 あー、じゃ あメスですかね、なんだこれ、あ、14g が 10g に減っちゃってたやつ。あ、そう、うん、ちょっと心配だね。そうそうそう、3回目の交換で14だったのに、そう、でもうんぴーちゃんとあるから、あ、下に生きてるいるね、うん、よかったよかった、あった、かわいい私はここにいるよだったね。あんまりにも無視するからあ、でも 10g ってことはないわ。感はありますか。 あるじゃない、これ今なかった、これ違う、あーぽいね、うん、そうだと思う、うん、メスティンだと思われる。いきます、わかります、頭の大きさとか、そうそうそう、17、ドドンドドン、17ね、OK、けどメスでこれぐらいの大きさになってきたってことは、うん、もうちょっとなのかな、けどまだそこまで黄色くもない ね、うん、若干黄色いけどね、うん、頑張れ頑張れ、よかった、でも減っちゃってたけどちゃんと、ま、戻したね、うん、よかったよかった、うん、OK、 はい、はい、2投目い
きます。前回が20g20g で4回目も5回目の交換も 20g。 おう、成長してなかったやつそうそうそう、なんかあるのかね、そういう期間が。あ、良質じゃないか、まだ黄色くもないよ。黄色くないもんね、びっくりした。あー、これはでかいなオスだな、これは。オスかな、そうだね、そうだね、そうだね、オスだね、きっとね。ちょっと頭も大きいしね。測りますよ。29。おお、大きくなってる。ぐっと大きくなった。ぐっと大きくなってるね。ここが伸びる時期なのかな。そうかもしれないね。しかもまだ色があれだから、もうひと伸び、お願いします。お願いします。いいかな。おおすごいね。なんか昔花火でさ、黒いのをつけるとさ、ウンピーみたいにモコモコモコって出てくるやつあったじゃん。今そんな動きだったよね。ヘビ花火。あ、そう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 。あれ地味に好きだったな。出てきちゃった。すごっ。やっぱ顎すごいね。幼虫の顎。そう、本当にね、初齢ぐらいでこの人たち来たんですけど、その時からね。顎がすごかった。そうなんだ、うん、やっぱり違うんだね、うん、かけてあげたら潜るかな、反対に。とりあえずそのままにしときますか。そのままにしとこうか、オリジナルグッズ概要欄からゴーゴー。はい、次が、3投目は、前回 24g。 おお、結構ということは爆伸びするんですかね。爆伸びするんですかね。あ、ここに見えてるね。本当だね。なんかでもちっちゃく見えるけどね。本当だね。あ、いや、でもここまで体あるか。そうだね。ね、顔ちっちゃく見えたけど、ボトル、逆ボトルマジックですかね。ボトルでかすぎるゆえに。そんなでかくない。でかくない。なんか思ったよりでかくなかった。あ、一緒ぐらいか。砂がさ、いっぱいだったからさ、一緒だね。31。いいんじゃないでしょうか。わからんけどね。31g。 OK、ドバッとまだまだなんか色は、まだ特にこの子まだ白い、まだいきそうだね。いいですよ。いいですね。はい、あ、この子はね、前回体重 25g。 一番大きい。いやー、偏ったね。確かに、ね、寝ていいと怖いんだけど。逆が良かったね。本当だね。22が良かったね。本当だね、22が良かったけど。でもこの兄弟多分ノリさんのところにいるんで。そうだよね、 血を分けてるからね。洋室っぽくなる。でもまだ黄色いね。色が全然大丈夫か。あ、でも32なんだね。そうか、1番は1番なんだ。どうした？オウムみたいなんじゃない？
ホームみたいだよ、ほんと。あ、でもそう見るとちょっとこっちの方が黄色いかも。あ、そうだね。うん、30超えるとどうなんだろうね。わかんない、ユタイクス。うん、どうなんだろうか。ドルクスほど横には出ないと思うから。そうだよね、縦に行くよね。うん、とにかくあの顎が見たいんや。要するにめちゃめちゃちっちゃくて、あの顎の形が30あればいけるかな、ある程度いいとは思う。うん、けどどうなんだろうか、分からんけど、あってくれだよね。ヨネちゃん TV 完成。いやー、みんな生きててくれたね。うん、よかった。一旦体重減った子も戻してくれたし。うん、ほんとほんと、うん、ちょっと心配したもんね。だね。うん、よかった。いやー、頼みますよ。ほんとだよね、頼ってしまったが、この夏ぐらい、春、うん、春かなって感じか。いやー、どうだろう、あの色を見てるとまだかかりそうな気がする。確かに、うん、若干黄色っぽいのはいたけどね。うん、うん、何回交換してるのっていう話で、これ書ききれん、うん、6回、うん、豆乳から、うん、5回交換したのか。じゃあ、うん、早く見たいんですけどね、うん、まあ、なんかこいつと共に僕は歩んでいるので、ね、本当だよね、同じ、そう、成長を。僕のツイッターのアイコン、うん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 、その人と一緒に写ってるんですよ。お面がね。そうそう、お面がね、写ってるんで。確かにこれだったよね。そう、これなんですよ。うん、もうあとちょっとかな。うっかりしちゃったらしちゃったら寂しいよね。寂しいね。歴史だからね。そう。虎の歴史が。僕幼虫が好きなんで。あ、そうだったね。幼虫が可愛いもんね。そう、幼虫がこうやって成長していくのが好きなんで、まあ長いことこの人にはね、楽しませてもらってますけど。本当だね、うん、うん、ただ僕思いましたね。何ですか。全部2300に入れてあげれるぐらいの容量のワインセラーが欲しいなって。欲しいよね、うん、もうどうしてもこの状態じゃないと入んないんですよ。そう、今ね、そう、うん、それは切実だね、うんうん、その環境を整えてあげられないことがね、うん、ちょっとダメだね、うん、今後の課題だね、うん、はい、じゃあ今日はこんな感じでおしまいにしたいと思います、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンクリックでヨネちゃんファミリーへようこそ。 Twitter、Instagram などもやってますので、そちらもよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。あと1年幼虫かな。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。